こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはユーザーへの価値提供の方法についてです。話題になった散歩セルを取り上げて商品開発やマーケティングに学べることを見ていきます。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回取り上げたいのが散歩セルなんですが、散歩セルについてある記事を読んでこの内容を話をしたいなと思いました。記事のタイトルなんですが、大人たちから1000件超の猛批判、ランドセルを体感で 90% 軽くする散歩セルが誕生した理由。こちらは IT メディアの記事です。話題になっていた散歩セルなんですが、記事から一部まず引用してご紹介しますね。そもそも散歩セルはどのような経緯で生まれたのか。考案されたのは2021年8月だ。栃木県日光市にある廃校舎、旧野口小学校に夏休みで集まった小学生たちによって考え出された。その子供たちにきっかけを与えたのが、地域の子供たちの面倒を見ていた大学3年生の太田さん。で、ちなみにこれは、記事ではなくて、記事に他の部分に書かれていた注意事項というか、補足なんですが、この太田さんというのは小学生と共同開発した会社、悟空の気持ちザラボの、方になります。また記事を読みます。太田さんは、すべてのきっかけは廃校舎にゲーム部屋を作りたいという子どもの要望だったと振り返る。廃校舎にゲームを作るにはゲーム機本体のほか、それを大画面で映し出すテレビやプロジェクターが必要だ。廃校舎を利活用する取り組みの一環とはいえ、そのお金はどこにもない。それでどうすればそのお金が集められるのか、子どもたちと一緒に考えることにしたんです。はい、以上が IT メディアの2022年6月11日の記事からの引用でした。で、改めて考えさせられたのは、今の記事の最後に、引用した記事の最後にあった、何のためにお金を得たいのか、売り上げは何のためと、これを考えさせられたんです。お金を稼ぐこと自体を目的とするよりも、得たお金を何に使うのかが大事だなと。散歩セルの場合に当てはめれば、散歩セルの開発のきっかけになったことが、廃校舎にゲーム部屋を作って、その部屋で大画面のプロジェクターで遊びたいという子供たちらしい動機からだったんですよね。ゲーム部屋を作るにはお金が必要で、散歩セルは売り上げを上げるのが最終目的ではなくて、初めから売り上げを上げて、ゲーム部屋でゲームをするためという手段だったわけなんです。で、どうすればお金を集められるかへの子供たちの答えが散歩セルだったんです。で、散歩セルの開発のアプローチでいいなと思ったのは、子供たち自身に自分の身の回りの困りごとを問いかけとして考えて、そこから着想を得ていったことになります。まあ、つまり、まずは解く問題の設定からやったと。この部分がいいなと思っていました。記事では次のように書かれています。糸口として太田さんは小学生たちから今何に困っているのかということを聞き出していった。困りごとを解決するのがマーケティングの鉄則だからだ。太田さんはこう続ける。それで出てきた困りごとがランドセルが重いというものだったんです。はい、ここまでが記事です。お客さんの問題を解決するというのはあらゆるビジネスに共通することですよね。開発のスタート地点、着想の出発地点というのが、自分たちの作りたいものを作るというその前に何に困っているのか、ここがいいなと思いました。このような設定した問題に対して子どもたちが出した解決策というのが、設定した問題というのはランドセルが重いというところだったんですが、この問題に対して子どもたちが出した解決策がランドセルにタイヤを取り付けるでした。ランドセルとは肩で背負うものという常識を外してタイヤをつけて転がして運ぶという、転がして運んでいくという、この斬新な発想がいいなと思ったんですよね。子どもたちから学べるのは異臭から始める重要性なんです。散歩セルが売り上げを得ることを最終ゴールではなかったこととも合わせると、これから言う次のような順番になっていることが大事かなと思っていて、順番というのが問題設定から価値提供をどうやって作っていくのかなんですが、順番に行っていくと、まず最初に目的の明確化、これが大事だと思います。次にまずイシューから、問題設定からなんですね。何の問題を自分たちは解決するのか、その後にその問題に対する解決方法を策定していって、そして解決によって価値を提供していく。このように目的があって、問題設定があって、解決方法、その後に価値提供なんです。
で、ユーザーに価値が生まれるのは使う商品やサービスによって他にはない嬉しさ、ここに問題解決の要素があるんですが、他にはない嬉しさという価値があるからなんです。価値につながるのはユーザーが抱えてしまっている困りごとを見極めて何を解くべき問題として設定するのかにかかっています。この問題設定が的確なほど解決する商品やサービスを使う人にはそうそうこんな商品が欲しかったとなるんです。価値提供の元になっているのは最初にどれだけ的確な適切な問題設定ができるか、ここが散歩セルの開発から私たちが学べることかなと思っています。はい、そろそろクロージングです。今回は小学生たちが開発した散歩セルの開発を取り上げて学べることについて見てきました。最後に内容をまとめておくんですが、問題設定からの価値提供、この部分をもう一度振り返っておきましょう。問題設定から価値提供のためには4つのステップを見たんですが、順番に言うと1つ目が目的の明確化、2つ目が想定するターゲットのユーザーを見極めて彼ら彼女らが何に困っているのか、解くべき問題としてこれらを設定します。3つ目のステップがその問題に対して自分たちならではの解決方法を作って、4つ目がその問題解決によって価値を提供すると。で、この時のポイントは最初の目的の応じた問題設定だと思っていて、問題設定が的確なほど解決する商品やサービスを使う人というのは、そうそうとこんな商品が欲しかったこういうふうになる、刺さる、相手に響く価値を提供することにつながります。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。